今から1世紀余り前の1911年5月23日にある飲み物が誕生した。その名はナポリン。爽やかな味わいと温かみのあるオレンジ色が長年親しまれてきた。その誕生した日を記念して5月23日はリボンナポリンの日とされている。ネクタイ、お、気づかれましたか。気づかれました。これやっぱりあれです、はい、見た目も大事だと思いますので、私が外の方にお会いするときは必ずこの勝負ネクタイということでナポリンカラーのネクタイをさせてやっていただいています。実は社員にも大事なときはしていきなさいということで、ポカサポロの社員がこれをつけているときは勝負だと。本日5月23日でございます。この5月23日は、日本記念日協会にリボンナポリンの日ということで登録をさせてやっていただいてます。今年のリボンナポリンの日に山本社長をはじめポッカサッポロ北海道の面々がナポリン色のネクタイを締めたこのイベント、リボンブランドのキャラクターリボンちゃんの誕生60周年を記念した新商品発表会が行われた。乾杯。ありがとうございます。弊社の商品の中で、リボンブランドって本当道民の方の楽しい思い出と結びついていると思っているので、それをずっと支えてくれていたのはリボンちゃんだっていうふうに思っています。誕生60周年を記念して今明かされるリボンちゃんの意外な素顔、そしてワクワクするアイデアを次々と展開するリボンナポリンの新たな魅力に迫る。発売当初、全国の中で特に北海道で売れ行きが良かったことから、戦後は北海道限定で販売されてきたリボンナポリン。リボンちゃん誕生60周年を記念して、この度デザインを一新、バリエーション豊かなラインナップとなった。また北海道の純粋やビート糖を使っているリボンナポリンは、今回のリニューアルでは植物由来の優しいオレンジ色に仕上がっている。サポログループの発祥の地でもあるので、発祥の地で皆様に愛されることで、ブランドを頑張って広めていきたいっていう思いから、いくつかのブランドをやっぱり持っていて、その代表的なのがリボンというブランドで、リボンブランドで我が社の売り上げの 25% を占めます。それともう一つ、ポッカレモン、キレートレモンに代表されるようなレモンを軸にしたブランドも持っていて、実は北海道の方にすごく愛してやっていただいていて、これももう一つの事業の柱になっています。あともう一つが北海道との絆といいますか、生産者であったり工場であったり原料であったり自治体さんだったり、スポーツコンテンツだったり、いろんなところと一緒になって北海道を一緒に盛り上げていきたいっていう部分、大体この3つを柱にさせてやっていただいてます。ところでリボンちゃんはどのような経緯で生まれたのだろうか。その歴史を紐解いてみると、実に興味深い事実が見えてきた。1909年に柑橘系清涼飲料水としてシトロンが発売。そしてシトロンの発売から2年後の1911年、ナポリンが発売された。発売当時はブラッドオレンジ果汁を使用していたとされる。ナポリンはオレンジ色であることから、よくスパゲッティナポリタンが名前の由来であるというふうに言われることがあるんですけれども、実はブラッドオレンジが地中海を代表する柑橘類であることから、地中海を代表する都市ナポリにちなんでナポリンと名付けられました。1914年大正3年頃にシトロンを真似た商品が世に出始めたため、それらの類似品と区別するためにリボンブランドが誕生。しかしなぜリボンだったのだろうか。
明治40年から41年頃の新聞広告などを見ますと、このように大きなリボンをつけた女性が数多く登場していることから、この頃女性たちの間でリボンが大変流行していたと考えられています。またリボンを使うことで高級感を醸し出す効果も考えていたようです。そして今から60年前1957年にリボンブランドのキャラクターリボンちゃんが誕生。もちろんチャームポイントは頭の上の大きなリボン。リボンちゃんは発想力が豊かで楽しいことが大好きな小学1年生の女の子です。こうしたリボンちゃんは当初思いもよらないペットを連れていたのをご存知だろうか。とこちらをご覧いただきたいんですが、最初の頃リボンちゃんはペットにワニを連れていたことがありまして、実はリボンブランドのキャラクターを作る際にオーストラリアのサンプルフィルムに登場していましたシンプルな線で描かれたキャラクターに目が止まりまして、それをヒントにリボンちゃんが誕生いたしました。ですのでこのように最初の頃はワニを連れておりました。ワニと散歩してるんですか？そうですね、散歩してますね。はい、小さなお子様はリボンちゃんってこうやっぱり走ってきてくれますし、逆に ご高齢の方はリボンちゃんを見つけて、あんたまだ生きとったねと多分ご自身も小さな頃からリボンは存在しているので、いつまでも若くてあんたはいいねって言われるようなご高齢の方もいらっしゃって、本当に長い間リボン頑張ってくれてるんだなというふうに思っています。リボンちゃん誕生60周年を記念して数量限定で発売されたのがリボンナポリンクラシック。1911年の発売当時に使用していたと言われるブラッドオレンジ果汁、しかもイタリア産を使用し、ラベルも当時のデザインをモチーフにしている。しっかりとした甘みと爽やかな味わいに仕上げている。リボンナポリンの日に行われたイベントで新たに紹介されたのはリボンナポリンクラシックだけではなかった。オレンジ色に染まったさまざまな商品が次々と披露された。リボンナポリンの日のイベントで披露されたのがさまざまな企業とのコラボレーション商品、全部で8アイテム。お客様との接点を増やせば、なんとなくもう一回そのリボンナポリンを手に取っていただけるんじゃないかっていう思いもありまして、自分だけでやるよりも北海道に根ざした企業様たくさんあるので、その企業様に一緒にやってくれませんかっていうご提案を持ちかけたところですね、いや本当に幸運なことにご賛同いただける企業様が発社ありまして、さまざまな、コラボレーション商品を出せるようになっています。こちらの太陽いっぱいのナポリンゼリーですけども、まあ、ゼリー特有の、まあ、のどごしであったり、そうですね、爽やかさというのを特徴に出しております。リボンナポリンとのコラボレーション商品を手掛けた企業の一つが森本。太陽いっぱいのナポリンゼリーをこの日発売した。北海道の菓子メーカー森本がコラボレーションに参加したその訳は、太陽いっぱいのゼリーって、まあ、私どものトマトなんですね最初、まあ、それでこういうお話いただきまして、ぜひぜひこの味でやはり我々の太陽いっぱいゼリーを作ってみたいと、そういう思いですね。はい、この、まあ、ブラッドオレンジなんですけど、それをこう、まあ、ゼリーにして、まあ、この原液なんですね。この原液をこうどう表現するかって時に、やっぱりなかなかその他ではないその味に、ね、我々の技術で何とかしようというので、我々の会社の特徴も出せたし、ブラッドオレンジの本当に濃厚な美味しさも出せたっていうふうに思ってます。はい、絶対自信持ってるんですね。我々の分野、ゼリーの分野でやっぱりたくさん売っていきたい、そういう気持ちですね。はい、商品名の方ですね、まあ、シンプルにリボンナポリンアイスという商品名になっておりまして、はい、
で北海道の原材料ですね、こちらの方 44% を使用した商品になっております。同じくリボンナポリンの日に新しく発売されたコラボ商品が桜食品のリボンナポリンアイス。鮮やかなオレンジ色に染まったアイスクリームだ。今まで親しみのありましたリボンナポリンというものをですね、北海道メーカーとしてアイスクリームとして手掛けたいという思いもございまして、そちらで今回商品化をしたという経緯がございます。アイスクリームらしい味と、リボンナポリンの風味とブラッドオレンジという果汁も使っておりますので、出来栄えはもう一口目から食べてもナポリンという、まあ、北海道の方食べられても、また北海道から離れた方が食べてもこう懐かしいという、そういった味わいになっておりますので、北海道の皆様に愛される商品としてこれから販売していければと思っております。岡サポロの商品を持つと楽しい気分になれるから一緒にっていう部分で、そんな感じで北海道が多少でも盛り上がっていけばなって、魅力ですけどね頑張っていきたいというふうにそのように思っています。親から子、そして孫へと道民に愛されてきたリボンちゃん。北海道ならではの品質とユニークな取り組みはこれからも様々な絆を深めながら進化していきそうだ。これからポッカ札幌北海道はリボンブランドを中心に北海道に根ざして頑張っていくので、一緒にこれからも頑張っていこうねって伝えたいです。